今日は、8時ぐらいに来ました。お茶の福袋買いに来ました。今年で創業85周年を迎える長崎市浜野町の浜屋百貨店の初売りには、開店予定の午前10時前から去年より100人ほど多いおよそ700人が列を作りました。浜屋はアーケードの混雑を防ぐため開店を10分前倒しし、2日午前9時50分にオープンしました。館内の各店舗合わせておよそ8000袋の福袋が用意されました。8階の催事場には食品やお菓子などの福袋が並び、多くの買い物客でにぎわいました。楽しみですね。食品が多いですね。これ2人分です。私とお母さんと奥さんも違うところに行った。また人気メーカーのフライパンなどのキッチン用品セットや、日用品ではタオルやバスマットなどを選べる福袋も販売されました。はい、ワクワクします。あのお家用です。買い替えようかなと思って、はい、穏やかで平和に過ごせたらなと思います。浜屋百貨店では来月26日まで全館クリアランスセールを開催中です。カモメ広場に現れたのは、新年を祝うレッドドラゴン。全長はなんと50メートルもあるんです。今年の干支タツにちなんだ全長50メートルの縁起物がお出迎えするアミュプラザ長崎で2日から始まったレッドアミュバーゲン。本館では35店舗、去年11月10日に開業した新館では46店舗が初の初売りバーゲンを開催しています。初売り初日の今日、アミュ新館では大勢のお客さんでにぎわっています。新館1階にあるファッションブランドロペでは、アウターが 20% オフ、ワンピースやブラウスが 40% から 50% オフのバーゲンを実施しています。またセール品だけでなく、新作の品揃えも豊富です。シンプルで上質なアイテムが並ぶ中から、おすすめのコーディネートに下田萌アナウンサーが変身しました。このコーディネートのポイントは、プリントじゃなくてこうジャガード素材になっていて、こうちょっとこう縫い込まれてるところがポイントで、プリントじゃないですね。そうなんですよ。でフラワープリントじゃなくて、あえてこうリーフ柄のジャガード柄になっているので、大人の方でもすごく使いやすい綺麗な柄になってます。トップスなんですけど、すごくクリーンな白が綺麗なニットに、中にこうレースのお袖が可愛いニットをレイヤードしているので、あのクリーンな白とちょっと柔らかい白を組み合わせることで、冬まだ寒い時期もこうちょっと春を意識しながら組み合わせていただけるコーディネートになってます。手元が可愛いので気分が上がりますね。上がりますよね。なんかこうちょっとレイヤードがあるだけで手抜き感がなくなるのもポイントで、今後こう春物のブラウスとかシャツにレイヤードしても可愛いと思います。ロペでは1月10日からセレモニーフェアを開催します。通勤から入学卒業までご利用いただけるスーツや着回しのできるスカートブラウスを幅広く取り揃えておりますので、ご来店お待ちしております。合わせて先着でノベルティのハンカチをプレゼントしております。レッドアミュバーゲンは今月28日までです。またアミュプラザ長崎では税込み2000円以上の購入で臨時駐車場の料金が無料になるサービスや、周辺の駐車場券と税込み2000円以上のレシートを提示すると500円分のショッピングチケットがもらえるお得なサービスを実施しています。